東京の大田区から来てまして、はい、昨年の4月からずっと継続して、はいはい、この東松島市と提携しながら、はいはいはい、現地のボランティアってことで活動させてもらったんですけど、まあ、お出が残ってるのと、はいはいはい、あと草が出てきてたので、はいはいはい、畑を作られるそうなんで、そのための固定地まで、金曜日の朝、大田区からバスで出て、はい、で、まあ、2泊3日で、今日のお昼までで作業を終えて、今回はその25名のうち9名が、はい、今回初参加途切れることなくずっと、僕らも去年の5月、6月ぐらいに来て、はい、そこを伸び始めてるところを取った後、はいはいはい、そこでこう畑やられて、まあ、白菜できたり、はいはいはい、キュウリできたりとか、はいはい、それで漬物作って持ってきたりしていただくこともあって、はい、すごい嬉しいですね。これに在宅の人も随分顔が変わりましたもんね。いや、ありがとうございます。ありがとうございました。今後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。大田区被災地支援ボランティアさんの藤さんからお話を伺いました。どうもありがとうございました。わ、すごくいい絵。どうも。